クレリゴスの塔クレリゴス教会は、ポルトガルポルトにあるバロック様式の教会。小島は、クレリゴスの塔と呼ばれ、ポルト市内各所から眺められる、市の象徴となっている教会は、18世紀に、ポルトガル北部で優れた作品を残した、イタリア人芸術家、ニッコロナスソーニが、クレリゴスの修道士らの依頼で建てたものである。ファサード教会の建設は1732年に、 始まり1750年に完成した。長く後世に残る教会前面の分割された階段は1750年代に完成した。教会のメインファサードはバロックの花模様や貝のモチーフで密に装飾され、ペディメントが打ち込まれた。これは17世紀初頭のローマ建築様式を元としている。窓状の中央帯状装飾は 天礼とダ建の象徴である。側面のファサードは、境界ローの楕円形平面図をほとんど見せている。クレリゴス教会は、典型的なバロックの楕円平面図を採用した、ポルトガル国内最初の教会だった。多彩式の大理石製である、主礼拝堂の祭壇は、マヌエル・ドス・サント・スポルトの手によるものである。教会の人目を引く塔は、教会建物の後方に立つ。 1754年から1763年までかけ立てられた。バロック装飾は設計そのものがトスカーナ地方のカンパニエーレに触発され、ローマバロック様式からの影響を見せる。塔の高さは75.6メートルあり、市を見下ろしている。6階の頂上に上がるまで225段の階段がある。この大きな建築物は市の象徴となった。ポルトで、 ニッコロナス層には、ミゼリコルディア教会、大司教宮殿、ポルト大聖堂の側面ロッチアなどの建設を完成させたとされている。彼は、クレリゴス修道会に入信し、自身の要望で、クレリゴス教会の墓地に葬られた。ありがとうございます。